どうもこんにちは。どうもおはようの人もこんばんはの人もこんにちは、レインボー池田です。皆さんちょっと見ていただいていいですか、この雰囲気。この雰囲気ね、この雰囲気。池田、今から韓国旅行行ってきます。ちょっとお母さん映りますか。映るよお母さん。もちょっと顔隠してもいいよ。あ、お母さんと、お母さんと韓国旅行行ってきます。レッツフライト。韓国で行ってきます。韓国、韓国行ってきますよ。韓国チョレギサラダ。韓国行きますよ。直近だ、直近。チョレギサラダ。機内です。めちゃめちゃ必死に注意事項を読みます。韓国着きました。あ、もうすごく韓国から水深上がった、クリオすごいね。さすが美容大国。韓国着きました。あ、荷物を取りたいと思いますよ。荷物を取りたいと思いますよ。さあ、韓国着いて車でのホテルまでの移動です。お母さんは韓国で一番したかったこと何と聞くと、はい、ポケモン GO らしかったですね。捕まえましたか。何捕まえた。ドガース。ドガースな。ドガースを韓国で一発目に。というサムゲタン屋さんに来ました。結構並んでますね。サムゲタン食べに来ちゃいました。鶏一つ丸ごと入っててたっぷりお腹いっぱいになるよ。18,000ウォン。土足中のサムゲタン食べていただきます。鶏が一つ丸ごと入ってまして、スープをすごくコラーゲンたっぷり、コラーゲンたっぷり。さあ、ちょっとだけ歩きますので、ゴンチャを片手に、日本でありますよね、ゴンチャを片手に、はい。でもマンゴーのね、ちょっと変わったゴンチャなので、でもちょっと日本より安い気はします。500円とかでした。行ってきまーす。はーい、今からですね、キョンポックンっていう王宮に行ってきたいと思いまーす。実はですね、じゃーん、チモチョコリ、服を着てっていうやつをちょっとやってきました。9,900ウォンなんで、1000円ぐらいでこれ着れちゃうんで、ちょっと張り切ってきちゃいました。ちなみに、あ、お母さんもやってますね。はい、こっち向いて。はい。ね、派手めに黄色のスカートとピンクの上でね、派手めに行ってます。ちょっと写真とか撮るんでお楽しみに。王宮巡りでした。もう1日目の半分ぐらいが終わりまして、さあ、結構でも充実した感じで韓国旅行1日目は過ごせてます。でもね、あんまりなんか日本人と会わないですね、今のところ。なんか、多分でも日本人なのかなみたいな方はいらっしゃるんですけど、思ったよりでもいろんな国から人がたくさんいらっしゃっています。今王宮巡りが終わりまして、今からホテルに行こうと思ってるんですけど、スタバとかゴンチャとか普通にあるんですよ。でもちょっとなんか可愛らしいコーヒー屋さんとか見つけたところとかちょこちょこ入っていこうと思います。ザコーヒービーン行ってきたいと思います。はい、コーヒー5000円受け、待ってる。はい、コ
月5,300ウォン530円、まあまあしますね。あとなんかでっかいのもらいました。ヤッホー、ヨーコリアンだよ。めちゃめちゃいいホテル。うお、ホテルの中に、うお、めちゃめちゃいいホテル。部屋の中行ってみましょう。部屋着きました。めちゃいいところ、めちゃいいところ。ほら、部屋もお風呂も、はあ、いいところ、いいとこですね。はい、あ、ほら、Dear my lovely bed. 恥ずかしい。ラブリーベッド、はず。窓から見下ろすソウルの街並み、どこに誰がいるのか、おいらがわかってる。こんばんは。ただいまですね、夜の20時ぐらいになったんですけど、ちょっと池田、何か変わったのわかりますか？そうです、エステに行ってきました。韓国のですね、エステで、もう本当にしっかり2時間やってもらいまして、まず赤すりとか、あとコラーゲンパックとか、毛抜きとか、産毛取りとかしたんで、もう顔の、もう本当にめちゃめちゃ過去一肌綺麗じゃないかって。あとコルギっぽい感じのここ流してもらったりとか、全身のリンパ流したりとか、ちょっと過去一肌の綺麗さが出てるかなと思います。すごいね。でもう化粧とかした時にもういつもよりノリが良くなるらしいんで、近々ライブ来る方は楽しみ。どんどんふらついてます。雨が降ってきました。まあでも傘を途中で買いましたので大丈夫です。バンジャンケジャン、渡りガニの醤油漬け。ちょっとリアルっすね、思ってたよりリアル。ちょっと、めっちゃうまい、めちゃめちゃうまい。え、これってさ、サーティワンやんな。え、サーティワンっすよね。ちょっとここでサーティワンかまし。このヨーグルトはマストで食べて、ちょっともう一つ珍しい味、これスーパーバースデーってな、コットンキャンディーね。コットンキャンディー、これ何やろ、これ何やろ、ゾゾンク、ゾゾンティック、これいく？ゾゾン餅？餅ちゃう？これもち米のアイスクリームってことちゃう？面白そう。雪だるま作ろう。いただきます。ヨーグルトね、まずヨーグルト。あ、うまっ。普通にヨーグルトうまいね。で、こっちを気になる、これね、餅、きっとこれお餅、お餅、お餅、やばい、これ。うわ、餅や。きなこね。きなこね。きなこ餅や。うまい。え、これって日本にもあるんかな。え、絶対うまいわ。絶対うまいって何？めっちゃうまい。トンデムンの市場に来てます。ここでも屋台でですね、服とか帽子が売ってまして、1個600円とかね、だいぶ安い。あれ、スリーが15,000ウォンとか、シュプリームが15,000ウォンとか、ちょっと八門が流行ってるみたいですね。シュプ
おはようございます。2日目の池田です。さあ、韓国2日目になりまして、ただいま韓国、9時30分、別に日本と時差あるわけじゃないんですけど、朝ごはんをね、食べにちょっと、トーストが美味しいって聞いたんで、このイザックトーストってところちょっと来たんですけど、韓国のお盆、チュソクと被りまして、もうほぼほぼ店がやってなくてですね、デパートとかも、全部やってない状況なので、皆さん韓国来るときは知足なるべく外してください。これはちょっとデパートやってないのどうしたらいいか分かんないんですけど、ちょっとやってないみたいなので他の朝ごはん探していきたいと思います。開いてますね。美味しそう。じゃあこのパンにしよう。いい朝ごはんね。コーヒーも良さそうな。おー、フルコギー、マジでいいね。朝食っぽくていいですね。いただきます。うまっ、うまっ、うまい。マジ朝ごはん、マジ朝ごはん。さあ、ロッテワールドに来ました。途中で5000ウォン、500円でですね、帽子も買いまして、ロッテワールド。でも思ったより人は少ないです。見てすごくない？室内の遊園地、室内に雨が降っても大丈夫だし、ほら、汽車ポッポ来るよ、汽車ポッポ。おとぎ話の世界って感じするね。ほら、うおー、ビーバディトゥータイム、ビジーバディデイ、今日は素晴らしいワンダフォーデイ、おかえりなさい、うすぎと。ショーやってる。今誰が歌ってんのやろ。なんか表面めっちゃザラザラする。うまっ。ハラー、おーい、おーい、すごい風。最初くるくる回っての急落下、最高でした。ここからカロスキル向かいたいと思います。ここから近いみたいなんで。はい、カロスキルにやってきました。なんか可愛らしいお店がいろいろあります。さあ、ここでね、いっぱい買い物して、なんかおしゃれなカフェに行ったりとか、いっぱい買い物していきたいと思います。かわいい、かわいい。やっぱこうやってちょっと閉まってるお店もあるんですね。可愛いお店行ってきたいと思います。 Too cool for school、 めっちゃ可愛かったですね。なんかペン型のアイシャドウとか、あと本型のアイシャドウとかめっちゃ可愛かったんで、ちょっと自分用にも買いました。はい、カロスキルで、買い物に夢中すぎてちょっと動画回すの忘れてたんですけど、A ランドっていう、もうところで大量に服とですね、あとショップマン、めちゃめちゃ安かったんで、バッグと靴下とか、あとお母さんもカバンとか買って、爆買い日本人。しゃぶしゃぶ来たよ。目の前の、本当はタコの踊り食いを食べようと思ってたんですけど、ちょっと閉まってしまった前。
フードチキンっていうタコの踊り食いが閉まってたので、別の急に入ったしゃぶしゃぶ屋さんが1890円で食べ放題ですって。でしかも野菜もなんか自由に取っていいからめちゃめちゃお腹いっぱいになって買えそうです。いっぱい食べるよ。うまい。バビちゃんお肉来ました。かわいい。どっから行きましょうね。ちょっとこれスタート。うぅ、エッチー。なんか氷、なんか氷。ハルスキー、夜になるとおしゃれな街っぽくなってきました。めっちゃかわいいカフェある。マチ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 。おいしい。あ、なるほど。すごいね。全然チーズ臭くなくてミルクティーが甘くて、このタピオカにミルクティーにチーズにミルクティーってミルクティー。ドラッグストアに来ました。なんかちょっとちょうどこのパックがすごい欲しくて、7500ウォン750円で7パックで10万ウォン以上買ったら 10% 引きらしいんで、だいたい1枚80何円とかなので、ここで手打とうかなと思います。黄色いやつとかいろんな種類があるんで、とりあえず1パック個ずつは買って帰ろうかなと。あと何？カムザハムニだ。いや、めちゃめちゃ買いました。爆買い日本人さん、すごいよこれ。見てこのパックの量。これプレゼントもしますので、ぜひぜひ。はーい。さあ、韓国3日目やってきました。もう今日帰っちゃうんですけど、今からなんだっていう包丁とかキッチン用品を使ったミュージカルを見ていきたいと思います。どうですか。そしてこういうファッション、可愛くない？ちょっとコリアン男子仕上げてみました。可愛くない？イエーイ！おかゆ食べに来ました。僕は海鮮おかゆです。いただきます。マジだよ。うまい。朝っぽくていいですね。なんた見てきました。すごかった。マジちょっとすごすぎて、ちょっと感動して涙出ました。かっこよかった。ちょっといろいろやりたいな、鳴らしたいな。これすごいね。すごいよね。そしてそして、吉本坂のメンバーにですね、なんたのナンタのレッドソックスをプレゼントしたいと思います。人数分16個買ってきました。これ行くっきゃないね。ブルーベリー&マンゴー、ブルーベリー&グリーンティー。でかい。おお、タイガーシュガーよく振って飲むみたいです。見てこのちっちゃいつぶつぶ、本場のタイガーシュガー。いってみようね。いきますよ。まだかな。今ソフトクリーム食べてすぐタピオカ来てる。贅沢なやつじゃねえ。カピちゃんちっちゃい。うまっ。コロッケあるよ。コロッケ、ミョンドンコロッケ1個なんか
片手に、こうタピオカ片手にね。うわ、じゃがいも感すごっ。じゃがいも揚げた感じ。柔らかっ。ミョンドンコロッケ、めちゃめちゃじゃがいもや。3日目が終わって今もう空港に着きました。空港ラスト、免税店とかでまだ買ってない人のお土産とかを買ってから帰ろうかなと思います。そしてじゃん、仕上がりました。オール韓国コーディネート、どうでしょう。最後ジャケットも買って、かわいいでしょ。ありがとうございます。